DQ スポーツをご覧の皆さん、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平です。今日は必需品10選紹介したいと思います。iPad はプライベートでも使いますけど、まあその日のメニューだったりとか、まあその日の打席だったりとかピッチングだったりとかを終わった後に見て整理するので、これもまあ欠かせずに持ってます。 Have you watched any interesting movies or shows lately? Squid Games or something? そう、イカゲームは見ましたけど、はい、まあこれで見るってよりは、まあテレビとかで見るので、これだと漫画とかが多いですかね、やっぱり。一番はまあスラムダンクとかですかね、はい、まあ、他にもいっぱい好きなのでありますけど、一番はそうだと思います。まあ、まあ単純にかっこいいなっていうのもありますし、まあ、自分がやってきてないので、もちろんできない種目でもありますし、まあ、見ててすごいなって思うところもあるので好きですね、はい、これは、まあ、日本の会社なんですけど、まあ、自分の頭の形とか肩幅とか取って、まあ、一応オーダーメイドで作ってもらったものです。はい、あ、寝つきはやっぱりいいですね。まあ、自分の形とかやっぱ取ってるので、まあ、これだったら真ん中は仰向けで寝るようで、まあ、こっちの両サイドは横を向いた時に自分の高さになるようになってるので、まあ、寝違いとかもあんまりしないです。まあ、結構寝違いとかある選手とかも多いんですけど、まあ、そういうのはあんまりなってないですかね。まあこれ言ったら元も子もないんですけど、結構うつ伏せで寝るんで、寝つきはうつ伏せが多いんですけど、はい、まあでも横で寝ることも多いですし、もう全部ですね。どうなんですかね。まあ寝てるのでわからないですけど、まあ書いてないと思いたいですけど。まあ携帯はもう誰もみんな欠かせないと思うので、はい、まあ上連絡だったりとかもそうですし、まあ何か見たいなと思った時も常に必要なので大事なものだと思います。Are you a big texter? テキストが多いですね今、はい、こっちでは特にテキストが多いかなと思います。まあ、ゲームレディっていうのはアイシング道具ですね。まあ、これはオフの日もそうですし、遠征先とか、まあ、自分の部屋とかでもまあ使えるように常に、持ち歩いて、まあ、これ今電源はないんですけど、まあ、電源とここに、まあ、なんていうのかな、ホースみたいな実際にこう巻くやつがついてて。 Did you always have this, or is this more like a professional thing? これはメジャーリーグに来てからですね。これはそうですね、エンジェルスに入ってから、まあ、アイシングとかはもちろんしてましたけど、それまでこの機械自体はこっちに来てから使ってます。そうですね、まあ、どこでもできますし、結構コンパクトなので持ち運びもしやすいので重宝してます。まあ、バットは打撃の方で主に使うので、まあ今年1年数多くの打席立たせてもらいましたけど、一緒にいい、シーズンを送れたなと思います。これはハードメイプルのバットの木目が見えるように、規定に反しないように、そういう規定の中でやってますよっていうものと、これは僕の名前を漢字で書いてます。多分10本ぐらい折ったと思います。まあ、投手として欠かせないものなので、試合でも練習でも常に同じものを使ってます。毎年モデルも変わるので毎年違うものを使ってます。まあ、今年1年使ったグラブなので1年間、怪我なく乗り越えることができた、まあ、いい1年のグラブとしてすごい思い出には残るんじゃないかなと。スパイクはもう投げる時も打つ時も同じものを使ってるので、まあシーズン中何回か新しいのを下ろしたりしますけど、まあどちらも同じような同じものを使ってます。これはそうですね、基本的には変わらないんですけど、まあそのシーズンそのシーズンでここをもっとこうしたいなっていうところをちょっとずつちょっとずつ変えていってます。まあ基本的には同じモデルを使ってます。基本的にはどんどん軽くしていきたいんですけど、そうなると周りの強度とかが落ちたりとかして危なかったりするので、横の動きとかが弱くなったりするので、まあその軽量化プラスそのこういう横のところを横の動きに強くするようにしました。これは
睡眠の質とか睡眠どれぐらい取ったとかどのぐらいリカバリーできたかっていうのを、まあ、常につけて測ってくれるものです。これはまあ自分でも見ますし、そのトレーナーだったりとかの人と共有して、まあ、この選手このぐらいリカバリー取れてるなとか取れてないなっていうのをまあ共有するためのものですね。エアープレッシャーというか、まあ、腕とか足とか、その圧をかけて血液の循環を良くするっていうアイテムで、まあ、これもアイシングと同じで部屋でよくやるので、まあ、ホテルだったりとかに持って行って休みながら寝ながらやったりとかしてます。よいしょ。これは右腕用なので、まあ、これをこうやってつけて、まあ、本体がこういう風になっているので、ここにこうやってつけて、まあ、自分の好きな強さだったりとか時間だったりとかを入れてやると、まあ、あとはもう勝手にこうやって動いてくれます。まあ、必ず決めてやるっていうよりはもう暇な時にこうやって、まあ、映画見ながらとかするとベッドに寝ながらこうやってつけているって感じなので、あんまり面倒くさくはないですかね。俺は、まあ、夜寝る時とかもそうなんですけど、まあ、飛行機移動が多いのでその時によく使ってます。睡眠好きですね。今もうほとんど機内とかももうこれつけて寝たりしてるので、まあ、リカバリーにとっても大事ですし、まあ、深い睡眠質のいい睡眠にとっても欠かせないものかなと思います。これは、まあ、重いので、まあ、重いのが何がいいっていうのはないんですけど、まあ、あとはなんか目の部分が凹凸になっているので、なんていうんですかね、あんまりこうプレッシャーにならないというか寝やすいかなっていう、はい。GQ スポーツをご覧の皆さんGQ スポーツをご覧の皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕の10選お楽しみいただけましたでしょうか。また会えるのを楽しみにしています。 Good night。